こんにちは。まあ、0.2円でプレセールが始まったカルダノも現在70円から80円くらいでまあ推移してますよね。まあ、できれば一時みたいに100円を割らないようなポジションに戻っていただきたいなぁとは思うんですけどもでも現在70円、80円あたりをまあ推移してるとしてもね0.2円からですからこれはとてつもない大成功と言えるんじゃないかなと思います。ただカルダノにしてもアルトコインにしても 暗号通貨にしてもまままだまだね地盤が固まったとも言えないただし資金を完全に引き上げるとまで言えないようなマーケットですから本当にねその辺の、うん、安安心心できないい感と言いま,すか、ね、まあワクワクドキドキするところもあればこれからねその暗号通貨にさまざまな人生をかけた天才たちの物語が非常に楽しみだなと思いますよね。 前回はですね、岸田総理が金融所得課税に関して、まあいろいろとコメントを出されていたことと、あとね、暗号通貨税制について一定の配慮をしていきたいというふうな発言があったことを国民民主党の玉木代表に、まあ、ほだされてね、えー、言われていたことがちょっとニュースになってましたけども、まあ、過度な期待はせずに、しかしですね、期待はしないんだけども、まあ、後押しをする意味で、 ツイッターにしてもそれから総理官邸のメッセージにしてもそれから今回みたいなね動画にしても暗号通貨の税制が良くなることによってこの国ってのを持ち直すんですよっていうことを何かの形で伝えていきたいですよねまあ政治家さんのほとんどが暗号通貨についてはそんなにね興味や関心を持っていないでしょうけどもだからこそ興味や関心を持ってない今だからこそやっておく意義があるそれが投資だとも言えるんですよ岸田総理も、 貯蓄から投資へって言われてますけどもまさにね投資の一つのカテゴリーとしてこの暗号通貨ってものがありその暗号通貨のスタートダッシュで日本は有利だったにもかかわらずその時の無理解によってチャンスを今のところ封じられてるってこともね伝えていきたいなと思いますしかしこれで終わったわけじゃないんですよ日本人が次のテクノロジーを手にして世界を牽引するそんなマーケットがあるとすると暗号通貨先進国として 世界中の暗号通貨を日本で決済していただくそして日本で起きた暗号通貨の取引所交換所こういったところでね今の中国のバイナンスのように信頼できる日本で暗号通貨の管理をしてもらいたい取引をしたいという形になればもしかしたらね、えー、ニューヨーク取引所証券取引所みたいな大きな取引所が日本にできるんではないかなと思います。 これを国主導でもしくは第三セクターでやるのはどうかなと思いますけどねいつまでも昭和の箱物時代ではなくってバーチャルな世界に国のバックアップを得て暗号通貨を指導するような仕組みを作ることによってこれからの日本の産業っていうのは、うん、突破できるんじゃないかなと思いますものづくりの日本、まあ、そこからですね金融立国日本その中でも暗号通貨に特化した金融立国こういったものを世界に下げて 打ち立てることができるんじゃないかなと思います。その際はですね。チャールズホスキンソンさんもまあ、顧問なり、それから経営陣に迎えてですね。うんまあ、素晴らしい。この日本の礎を作ってもらいたいなと思うんですよね。はい、それでは今回の動画をご覧いただきましてありがとうございました。